ちゃんさて今年も今日を入れてあと3日です今年もいろいろお世話になりました映画パーソナリティことぶきつかささんですことぶきさんおはようございます おはようございます。よろしくお願いいたします。いやー、ラちゃん、今年も本当に一年間お世話になりました。あ、はい、こちらこそありがとうございました。はいえー、今年もいろいろ、ことぶきさんのトンチンカンなクイズでね。いや、トンチンカンなクイズってどういうことですかいや、トンチンカンなクイズ、あんまり響き悪かったですか<や>よくなかったですかね。トンチンカンなクイズって言われると、ちょっとこちらもね、カチンときますよ。<laughs> <laughs> こいやいや、まあ、それもこうね、もう年末ですから流すとして。いやいや、まあ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 ね、ねいろいろあったけれどもね、ちょっいいでしょう。い,い,でしょいや、いいでしょう、いいでしょうね。はいはいはい、はいえー。今朝はですね、毎年恒例の今年の寿賀ベスト3、これを発表していただくってことですからね。いや、本当にね、おはよう寺ちゃんで、ここも何年もね、年末に、はい、まあ、ベスト3を発表するっていう時期になると、えー ああもうこんな季節かと、ええ、やっぱね、思うこと、ことありますよ、これは。だって、寿さん、今朝ぐらいですよ、こんな枕短いのね。そうですよ、<laughs> う今、もう行く感じでしょ <laughs> 行く感じですよ。いや、3本紹介するわけだから、ちょっと尺いるじゃないですか。そう,そうなんですせっかくですから、寿さん、今年もですね、はい、オリジナルのドラムロールからの発表お願いします。 いやいや、いいかげドラムロール用意してくださいよいやいや。これね、YouTube の方でなんか権利引っかかってるとかなんとか聞いたんですよ。引っかかるか。<laughs> ドラムロール流したぐらいで誰に怒られるんだいやいや、なんかそういうふに聞いたんです。いや、聞いたも何もないし、そうですか僕がこれ<え>ドラムロール始めた頃、YouTube 流行ってなかったよ、まだ。あ,あ、そうでしたっけね。よく覚えてますね、<laughs> そこは。え覚えてますよ、毎年のことなんですが。では、小田さん、第3位からお願いします。ポンポン、ポンポン、いくなぁ。 よし、わかりました。それでは、え、2022年ですね。え、ことぶきつかさが選ぶベスト映画第3位は、ドル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 。これ久しぶりだな、これ。ドンマイブロークンマリコです石原マリコさんの映画でしたっけいやいや、違います、違います。確かに石原マリコさん。 なんかあのー、解雇録みたいに出しましたけど、ええ、そ映画化じゃないんですよ。あまあ、こちらの作品なんですけど、まあ、同名コミックの、まあ、映画化なんですよね。主演は長野芽衣さんなんですけれども、そうですね、鬱屈した日々を送っていた会社員の C の友代が主人公なんです。はい、で彼女の親友のイカガワマリコ、まあ、マリコですね、が亡くなったことをテレビのニュースでまあ知るわけなんですよ。 二人はすごく友情関係あったんですけども、ちょっとこう疎遠になったんですね。でね、マリコはね、幼い頃から実の父親にひどいこの虐待を受けていたんです<え>で。そんなマリコの魂を救うために死ぬのは、マリコの父親のもとから遺骨をこう奪うことを決意するんですよね。うん、で、マリコの父親と再婚相手が暮らす家を訪れ、遺骨を強奪して逃亡するわけです。はい、で、マリコの遺骨を抱き、 マリコとの思い出を胸に旅に出るシのどうなるかという、まあまあお話なんですけれどもね。いや、この作品、まあ原作も僕ファンなんですけれども、あ この原作をこういった形で映像化したのかっていうところに僕はまずうなったっていうところもあるし、<ー>まあこの作品の中でね、今からでもいいから私に何かできることないのかっていう、このシーノの心の声が出てくるんですよ。だ、ね、から人間って何でしょうかね、いろいろこう、後から、 すれば、あの時こうすればよかったとか、実際こういう風にしたら人生どうなるのかなとか、思うのっていうのが常じゃないですか。はい、でもね、この作品見てると、もちろん物語も素晴らしいんですけれども、自分自身もあの時、 こういう風に生きられなかったかななんてことをこう思わせてくれるんですよね。えー、棚田中幸監督作品なんですけれども、マイブロー君マリコという、ほんと僕の中での人生の一本。<ー>もうこう増えたなーなんていう風に思いました。僕はね、邦画で本当にこの作品ね、今年素晴らしい映画だなと思いました。はい。はいそ。それでは第2位お願いします。 はい、え二、ー、2022年公開の、ことぶきかさが選ぶ、ベスト映画第二位は、ドン <noise> リコリスピザです。ピザ屋の映画ですか？ 違いますね。ち違います。もう笑っちゃってますね。<え>もう笑っちゃってますその前のドゥルドゥルが、ルがなんか随分まろやかになっちゃったから、ドゥーになっちゃったから、それでちょっとおかしくなっちゃったっ <laughs> いやいや、リコリスピザです。これピザ屋さんの映画じゃないですよと。違います。はい、まあ、こちらの,の作品なんですけれども、えー、マグノリアなどで有名ですね。ポール・トーマス・アンダーソン監督。いわゆる映画界では PTA なんて言いますけれども、PTA 監督が が制作した映画なんですね。監督した映画。はい、でね、1970年代のアメリカサンフェルナンド・バレーが舞台なんですよ、はいまあ。いわゆる青春映画なんですね。でね、主人公となる、まあ、アラナとゲイリーの、まあ、恋模様を描いてます。でね、まあ、この作品なんですけれども、まあ、とにかくね、まあ、青春映画って僕言ったじゃないですか。はい、でも本当にね、ビシバシね、自分の若い頃のあの頃を思い出すんですよ。 でこのリコレスピザというこのタイトルなんですけども、まあ、1970年代から80年代のカリフォルニア州の南部で人気のあったレコードチェーン店の、まあ、店名なんですね。要はだからレコードチェーン店の店名リコレスピザ。あ、だから要はね、あのレコード版のあの形態をピザと言ってるわけですよ。まあレコードチェーン店がタイトルということで、 な、うんでしょうかね。このリコリッツピザではね、甘酸っぱい青春のプレイリストが BGM となって、誰しもが経験したあの頃にタイムスリップするんですよね。<ー>いや、このあたりね、僕ね、大好きな作品。あとね、ポール・トーマス・アンダーソン監督って、まあ、リスナーの方でも聞いたことあるよって方いらっしゃるかもしれないけども、世界三大映画祭ってあるじゃないですか。はい。 ハンヌ、ベルリン、ベネツィアなんですけれども、すべてで監督賞を受賞している、いわゆる名称なんですよね。うそうそう、そんな監督が、まあ自分の体験も踏まえた上で、この甘酸っぱい青春映画を撮った。いや、これね、本当に今年を代表する一本だと思います。はい。さあ、それでは今年のことぶきシネマ、輝ける第1位、お願いします。えー、2022年、ことぶきつさが選ぶ。

まあ、こちらなんですけれども、まあ、シェイプ・オブ・ウォーターなどでアカデミー賞、作品賞、か4部門受賞した、まあ、ギレルモ・デルトロ監督の作品なんですね。まあ、ブラッドリー・クーパーが主演なんですけども、それ以外の豪華キャストを迎えた、まあ、サスペンス・スリラーなんです。このナイトメアリーという作品なんですけれども、そうですね、小ビジネスの世界を、で、この成功を夢見る、 も野心に溢れた青年スタンが主人公なんです。はい、彼はね、まあ人間か、獣か、正体不明な生き物を出し物にする怪しげなカーニバルの一座と巡り合うんですよ。<え>そこでね、独身術の技をスタンプを学ぶんです。すると、こう、人を引きつける天性の才能とカリスマ性を武器に、どんどん、どんどん出世していくわけなんですよね。まあトップの工業士となっていくんです。ただ、 その先には思いがけない闇が待ち受けていたという作品なんです。うん、でね、先ほども言いましたブラッドリー・クーパー主演なんですけれども、その他にはケイト・ブランシェットとか、トニー・コレットだとか、ユレム・デ・フォー、そしてルニー・マーラなど、もう豪華キャストが出演しているとともに、第94回アカデミー賞では作品賞に加え、撮影、美術、衣装など、まあ、計4部門に、まあ、ノミネートされた作品なんですね。 でね、僕、この作品見てね、すごくやっぱり思ったのは、やっぱりこのギレルモ・デルトロ監督のこの世界観、好きなんだなっていうふうに思ったんです、はいでね。この作品の中ではね、そうですね、人間の欲望を煮詰めて、この震えるような狂気を観客に提示した偶話なんですよ。えー、前半はね、ギレルモの監督らしい、この偏愛が随所に見られる作品なんですけれども、後半は、 まるでね、古き良きハリウッドミステリーを見ているかのような重厚な錯覚に陥るんですよね。<ー>いや、この物語ね、悲劇なのか、悲劇なのか、それはね、ラストカットを見た上で観客各のが、 判断ししてほいと思うんですよねこ、はい、れぐらい僕はね、この作品、この1年間通して、もうベスト映画にふさわしい映画だと思います、はい、さて、ことぶきつかささんがです、ね、選んだ今年のベスト映画、第3位が、マイ・ブロークン・マリコ、第2位が、リコリス・ピザ、そして第1位が、ナイトメア・アリーでした。 いやー、ことむきさん、来年もまた映画業界盛り上がるといいですね。いや、本当なんですよね。やっぱりね、まあいろいろここ何年かね、まあコロナの影響もあって映画界ってかなり厳しかったじゃないですか。えー、でもね、塞ぎ込んでもしょうがないわけですよ。えーえー、来年はね、あの、インディ・ジョーンズだとか。 ミッションインポッシブルの新作なども予定されてますからね。えーはい。いや、今年以上にね、来年盛り上がってほしいと思います。いや、だけど、ことぶきさんといえば、まあ、なかなかムカデ人間みたいな名作は出てきませんね。いつまでムカデ人間の話してるんですか。<laughs> あれ、あれれ10年以上前ですからね、公開されたの。そんな前か。しかも、まあ、言い方悪いけれども、<っ>かなり観客を選ぶ作品。<laughs> あの、今時、あの、ムカデ人間のあらすじって、あんまり公に言えないような内容ですからね、<laughs> ねあれ本当、本ンテお願いしますよ。はい。ことぶきさん、今年もありがとうございました。ありがとうございました。以上、ニュースピックアップ、ことぶきシネマのコーナーでした。